新型コロナウイルスのニュースです2020年4月から始まったニューヨークの地下鉄でのマスク着用義務がおよそ2年半ぶりに解除されました7日水曜日ニューヨーク州のホークル知事はこれまで義務付けられていた公共交通機関でのマスク着用を任意にすると発表しました医療施設と高齢者施設では引き続きマスクの着用が義務付けられます 全米のの新規感感染染者者数数は横ばいいですすがががが夏休みが終わり学校が始ままったことから子どもの感染者数が増加しています先週の子どもの新規感染者数はおよそ9万人で2週間前から1万人以上増加しました。 そうした中、6日火曜日、ホワイトハウスは12歳以上の国民に対し新たに承認されたオミクロン株派生型にも対応するブースターワクチンの追加接種をするよう呼びかけました。 お住まいの近くで新たなブースターが接種できる場所は、政府のワクチンウェブサイトで検索できます。また、保健当局は、新型コロナの新たなブースターワクチンの接種とともに、インフルエンザの予防接種を受けるよう推奨しています。